チームメンバーが、急に死ぬけど、君の、君の前、なんで皆さん、なんていうか、まあ皆さん、出てってやりよった。さすがにもう、マジかいですね。面白いです。はい、ゴズの趣味部屋へようこそ。はい、ということでね、今回はですね、こちらですね。じゃじゃんと。はい。まあ何かと言いますとね、はい、こちらになります。ガンダム、MS イマジネーションということでね、こういうねジオラマチックなね、デスクトップフィギュアみたいな感じになってますね。結構リアルにこうジオラマ風にアレンジされてるやつですね。こちら、全5種ですね。全5種で、一応コンビニで1個が500円ですね。税抜きで500円。はい。で、ちゃんとね、番号がこう振ってあるんでね、もうコンプリート簡単です。はい。まあ、あればね、在庫があれば、コンプリートするのは、簡単ですね。はい。なので、1個ずつね、ちょっと見ていこうかなと思います。はい。じゃあ、まずね、普通の、RX93 ニューガンダムですね。うん、よし、こっちからいきます、ね、1個目からね。はい、はい、ということでね、1つ目を開封したんですけれども、まあ食玩なんでね、一応ガムが入ってますね。はい、こういう感じで、はい、で、フィギュア自体はね、こういうね感じです。はい、もうボロボロのニューガンダム、完全にもうね、アウト的なね、感じですね。はい。でね、よく見るとね、わかりますかね。一応ね、毛の部分もちゃんと再現されてますね。はい。こうちょっとね、産毛が生えてる部分もちゃんと再現されてます。こんなのねえだろうが、ふざけんなよ、これ。なんで毛入っとんねん、ちょっと。誰の毛やねん、これ。それはちょっと後で抜きますけどね、まあ、一応クオリティはね、いいですよ、いや珍しいと思いますよ、こんなボロボロのフィギュアを出すっていうのもね、ボロボロ2がね、まあ、再現されてるあれですけどね、こういう感じで、もううなだれる感じになってますね、いいねじゃあね、まあ、全部ね、開封してね、見ていきましょう。はい、ということでね、ざっとね、開封して、並べてみましたけどね、じゃあね見ていきましょう。まあ、ザクヘッド、これすっごいね、めっちゃできい、すっごいこの破壊されたもん、このメカニカルな部分とかね、むき出しになっちゃってて、でこの朽ちてる感じね、で、ね、ここのね、雨粒の再現もね、されてる。こんなのねえだろう。これの取れるんだけど。見本にはこんなのついてないんだけど。ちょっと何これ。さっきの毛といいよ。ちょっと待って。まあ、いっか、個性があって。すげえ前向きだけどね。こういう感じでね、結構これザクヘッド、すげえな、これ。はい。で、で、次、ガンダムね。ガンダム、これ分割されてますね、パーツがね。はい。もうラストシーンのところですね。ガンダムが、もうね、動かなくなっちゃった。ね、ジオングの一撃食らってね。で、バーンって、コアファイターが、あれ、分離したの。いや、これもすごいわ、再現度が。いや、これもいいわ。これはこうですね。はい、で、これはね、MS-08 ポケットの中の戦争で出てくるね、ザク。いや、これもリアルだわ。バーニーがね、乗っててね。最後バーに死んじゃうんですけどね、すっげえ悲しかったな。
いやー、すっごいわ。これもほんとできいいな。まあ、500円するだけの価値はあると思いますね、これね。いやー、すげえ。で、ズゴックね、これを物合いがね、ちゃんとこう見えるっていうのはね、いいね、かっこいいね。ここもばっくりばっくり下げてますけどね。もう全部こ壊れた感じのあれなんだね、モビルスーツのコレクションなのかな、いやーこれすごいな。これジオラマとしてもね、作るときにね、プラモデルとかと一緒に作るときにね、水面に浮かべる感じでね、こういう感じで使えると思いますね、これもね。いやーいいわ。いや、このシリーズはね、前、以前からね、雑誌とかで注目してたんですけどね、今日ちょうどね、コンビニ行ったら発売されてたんでね、思わず買っちゃいましたけどね。いや、これはいい。まあ、ガンダム好きにはね、ほんとたまらないっすね、この、あれは。まあね、ニューガンダムもね、なんだかんだで結局ね、産毛取りましたね。産毛が生えてたからな。いや、これ、このシリーズはほんとリアルだな。多分ね、この、パート1で終わらないと思うんだよな。パート2とか出てくると思うんだけどな。あと特にね、箱を見るとね、パート1とか書いてないんでね。まあ、続くかどうかは多分販売の、あれ、売り上げによると思いますけどね。まあ、反響が良かったら多分、ボリューム2とか出そうですけどね。まあ、ぜひ出してほしいですけどね。はい。ということでね、今回はね、ガンダムからね、MS イマジネーションフィギュア、を開封しました。皆さんもね、コンビニ行ってね、もしあったらね、まあ、ガンダム好きだったらね、買って損はないと思います。はい。ということでね、今回は、この辺で、ご視聴どうもありがとうございました。